聞こえます。仲間たちの声が確かに聞こえます。声出し応援が解禁された県高層体バレーボール競技です。女子決勝はディフェンディングチャンピオン不在で、要はまさに戦国時代。決勝のカードでは初めての顔合わせとなりました。古豪純真女子と県内で最も若いチーム創成館です。この試合の解説は元 V リーガーで九州文化学園時代は高校3年間で5回の全国制覇、ユーティリティプレイヤーとして活躍した現平野高校教員佐々木彩香さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実況はテレビ長崎平成でお伝えします。両チームのスターティングメンバーご紹介します。画面向かって左側、晴れやかな白のユニフォーム創成館です。1番アウトサイドヒッター、創成館のダブルエース、ライト攻撃に注目です。3年生池田穂奈美。3番ミドルブロッカースピードレフティー2年生吉田優里。4番アウトサイドヒッター、帰ってきたエースキャプテンの3年生溝添志乃。7番ミドルブロッカーセンター線の要は2年生泉日向。10番1年生大型の期待のルーキーアウトサイドヒッター山口若菜。12番強気のトス回しなるか、2年生セッター岩永絆です。ノードミ風化です。失礼しました。リベロは魂のレシーバー8番ノードミ風化です。リベロがノードミです。チームを率いるのはブロンズコレクター、脱却を誓います。コートのそばでチームを鼓舞する池田隆監督、狙うはもちろん初優勝です。対して伝統の燃える赤純真女子、画面向かって右側です。1番アウトサイドヒッターキャプテンでありダブルエースの一角中島玲也。2番セッターネット際の魔術師木下葵。3番ミドルブロッカー冷静沈着な切り込み隊長橋田里奈。4番アウトサイドヒッターパワフルスパイクダブルエースのもう一人原口あゆ。5番アウトサイドヒッターいぶし銀のレフティー淀川柚月。6番2年生ミドルブロッカー今里式。リベロは7番の松林里穂です。チームを率いるのは純真高校一筋23年田浦健吾監督、48年ぶりの頂点を狙います。まもなくホイッスル試合開始となります。お待たせいたしました。いよいよ試合開始です。両チームの先頭に盛大な拍手をお送りください。健康総体バレーボール競技女子の決勝戦、純真女子のサーブから始まりました。ファーストポイントは創成館に止まります。ライト攻撃池田穂奈美3年生がまずストレートに決めました。佐々木さん、はい、創成館純真女子、この決勝のカードになりました。見どころを教えてください。そうですね、純真女子は中島選手原口選手が両エースでいるんですけれども、ミドルやライトをですね、どううまく使っていくのかというところがポイントかなと思います。はい、創成館は全員でとにかくボールをつないで、いかにいい形で溝添選手と池田選手にボールを持っていけるかというところじゃないかなと思ってます。まあ、両チームともすごくレシーブつなぎがいいので、そこに、期待したいと思います。粘りのチームでもあります両チーム、レシーブにも注目していきたいところです。センターからブロック2枚です。まあ、純真女子は平均身長 165.5cm、 決して高くはないんですけども、しっかりとコミットしている感じですね。そうですね、3番の橋田選手がとってもブロックがいいところに飛んでるなと思います。橋田は 171cm の選手、ミドルブロッカーです。3年生中央から純真は返すだけチャンスボール、創成館ライトから吉田優里、そして押し込んだ形、橋田里奈です。2番のセッターの木下選手がとっても落ち着いてプレーをしているので、スパイカーも安心しているなという感じがしますね。この1番2番3番4番純真のこの選手たちは中学選抜の経験もありまして、1年生からチームを引っ張ってきた存在でもありますから、集大成ということで、そうですね、伸び伸びとプレーをしていますね。ナイスレシーブがありました。6番の今里、ブロックにかかりまして、まだ返す、ここは返らないか。一本一本を大事にしていきたいところです。
1年生の山口、サーブが決まりました。センターから橋田、レフトに原口、ダブルエースの一角がいるんですが、木下は橋田を選択しました。そうですね、序盤ミドル多めで攻撃を、組み立ててるんじゃないですかね。やはりミドルをこう攻撃の柱にしていくとリズムができますね。そうですね、やっぱり相手からすると選択肢が増えるので嫌ですよね。もう一度原口に上げる。今度はサウスポーの吉永決めました。もともとアウトサイドヒッターの選手ですから、こういったまあスパイクにも長けているということです。まあ、ライトに回って適材適所、やはりこの左利きがうまくはまってますね。そうですね、フェイントできました。うまさが光ります。冷静沈着な切り込み隊長柱里奈です。第1セット5対3、順心が2つ前に出ています。原口がサーブに下がりました。もう一人のダブルエース、対角に入る中島が前衛に上がってきている。ここからのセットアップ、センターだ、ブロック2枚、2段突になってチャンスボール、また高いボール、これを中島、そして押し込む。しかしその前にネットタッチがありましたね。そうですね、中心にポイントが上ります。今前衛に出ています中島、そしてこの今サーブに下がりました原口、この2人がダブルエースと言われています。いいサーブになりました。崩れている。純真女子はとにかくサーブにも力を入れてきました。あのコートの4つの隅にマットを置いてストレート、さらにはクロスに長いボールを打つ練習をしてたんですけども、やはり練習の成果が見えますね。そうですね、やっぱりちょっと深めに伸びるサーブはちょっと取りにくいのでですね、いいところに狙ってると思います。はい、さあ8対3、5点差がついたところで創成館が早くも1回目のタイムアウトです。序盤も序盤8対3、だいぶ早いところで池田監督はタイムアウトを取りました。この意図どのようにご覧になりますか。そうですね、ちょっとあのレシーブでミスがあったり、お見合いがあったりしたので一旦、休憩をですね、ちょっと気持ちを入れ替えてというところだと思います。溝添え、これは長くなりました。ブロックを気にしていましたね、重心の。そうですね、ブロックアウトを狙いたかったんだと思うんですけどね。今前衛にはですね、158センチのセッターの木下もいる中で、木下を挟むような形で170センチオーバーの選手を配置している重心女子、とにかくブロックにもこだわっていきたい、そういうふうに話していました。さあ連続得点5、6、7、8、9、10ということで6連続ポイントになっています。センターから飯泉です。中島が合わせる。そしてもう一度泉、開いているのは中島か。しかしここは冷静に押し込んでいきました。まあ、なんだ、そしてフェイント、このあたりもやはりキャプテン経験がものを言いますね。そうですね、ちょっとトスが流れたんですけどうまく処理したと思います。原口のサーブが続きます。溝添えです。センター押し込む。うまい、佐々木さんも思わずうまいとうなりました。8連続ポイントになっています。
ここで創成館早くもタイムアウトを使い切ります。2回目のタイムアウトです。で12対3、その差はおおよそ10点になりました。そうですね、溝添選手頑張ってほしいですね。フロントにいます溝添、センターを使います。泉、もう一度センターから橋田、溝添が飛ぶ、ゆっくり合わせた形、中島ストレートです。10点差がつきました。ここで溝添と林田が変わりますね。そうですね、同じく3年生の林田真由香がコートに入ります。まあ、溝添は右膝の怪我、万全ではないながらも気を吐いてくれました。林田真由香、変わったこの選手ですけども、思いっきり打っていきましたが、ここはラインを割っていきました。さあ原口のサーブが続きます。誰を使う、ライトから泉、2段トスの構え、林田よく頑張りました。クロスに決まりました。ここで連続得点が切れました。10連続得点ということになりました。さあここから追いかけていく、ブレイクを狙いたい創成館、何が必要ですか。そうですね、もう点差ちょっと開いてしまっているんですけど、とにかくブロックフォローからの攻撃ですね。簡単にボールを落とさずに、どんどん全員バレーでボールをつないでほしいですね。ポイントは順心女子に入りました。ここで12番の岩永が戻ります。センターから泉、フェイント気味に入れてきた。そしてこちらもセンターを使う、乱れた。その前にポイント順心女子に入りました。これは今はセンターラインから足が出てましたかね。足が出てしまったんですね。なるほど、橋永サーブに下がっています。前衛は今里、中島、原口のバックアタックもあるフォーメーション、つながりません。やはり決勝の大舞台、創成館ちょっと硬さも見えてきています。そうですね、あと橋田選手のサーブの狙いどころがいいですよね。サーブに注目、はい、ここですね。そうです、泉、1番の池田選手が上に今全員に上がってきているので、そこを狙ってましたよね。かなり狙いをつけて、はい、でまだスパイクに入りにくいようにというようなところですね。はい、さあここは3連続ポイントというところで切りました。とにかく連続得点を狙っていきたい創成館は、まずはサービスエースです。5番の林田真由香、3年生。大きな声援が送られます県立総合体育館。センターから中島です。まあ、この中島、どんなところにもやってきますね。そうですね、打点が高くてですね、リストをとても効かせてスパイク打ってくるので、すごい鋭いスパイクで魅力的ですよね。はい、幅広いコースも持ち味であります。右から池田です。この池田をうまく使っていきたいですね。はい、ダイレクトで返りそうだ。今度はライトからの攻撃、淀川ですね。はい、いぶし銀の活躍をするこの淀川です。佐々木さん、
この淀川はどのようにご覧になってますか。そうですね、あんまりこう派手さはないんですけど、とってもそつなくプレーしてくれるので、あの守りでもですね、要なんだなと思って見てます。もう一度淀川ライトからよーく食らいつきました。ノードミラリーが続く中で中島に託すブロックはブロックアウト。強烈スパイク中島で順心が早くも20点に乗せています。創成館はタイムアウトはもう使い切りました。さあここからの展開になります。25点を目指す順心女子、48年ぶりの優勝を目指していく。ポイントは順心女子です。ここでもう一度溝添がコートに戻ります。溝添は右膝の怪我がありまして、1ヶ月ぶりの実戦復帰となっています。それがこの大一番ということですね。レシーブもいい選手、後衛からまずこの戦況を見守り、そしてコートを守ります。ポトリと落ちました。22点目順心女子、伝統の赤のユニフォーム躍動しています。木下がサーブに下がりました。前衛3枚、淀川、今里、そして中島、いいサーブになった。ネットを利用して押し込みたい順心女子、セットアップ中島、二段トスをこれは池田が打ち抜く。ナイスレシーブ、ナイスレシーブでした。もう一度中島に上がる、まだ生きている。これを合わせられるか、チャンスボールになりそうだ。順心女子は誰を使う、開いているのは中島だ。しかしこれをナイスレシーブ、山口、池田に託した。池田に託しました。ストレートブロックアウト、3年生の気持ちですね。そうですね、今みたいに全員でボールをつないでですね、最後にこうエースに持っていく、いい形で持っていくっていうのが、あの創成館はあの素敵なところだと思うので、こういうバレーをもっと見たいですね。一つ一つできることをやっています。そして6番の大内田ひな、これこちらがリリーフサーバーに起用されています。ジャンプサーブがあります。冷静なセットアップ、中島ブロック、もう一度立て直して、今度はライトから池田、池田です。まあ、この予選絶好調の池田です。ライトに池田ありということで、創成館この池田がどんどんとエンジン、腕を回してまいりました。創成館連続ポイント、ジャンプサーブに注目、中島ブロック、ナイスブロックだ。もう一回立て直して真ん中から飛ぶ、こちらもいいレシーブになった。最後原口が食らいついていったんですけども、コートにポトリと落ちました。さあ創成館は初めての3連続ポイント、大きな声援が送られます。さあこの大内田のサーブから流れを引き寄せていきたい。22対9、この場面でのジャンプサーブ、奥を狙っていったんですけども、これはわずかに伸びてしまいました。いい挑戦ですね。そうですね、あの攻めてサーブを打ったと思います。さあ重心女子は変わってあと2ポイントでセットポイントということになります。中島が下がりまして、原口が前衛に上がってきた形、タッチネットを取られました。セットポイント順心女子、24対9になりました。48年ぶり9回目の優勝を目指して、まずは第1セットを取ろうかというところ、順心女子サーブが決まる。ライト池田、やっぱり池田です。苦しい場面、やはり託したいのは3年生。そうですね、頑張ってほしいですね。池田監督も、池田そして溝添が頑張らないといけないチームなんです、そう話していました。ライトからの攻撃になる、淀川、そしてセンターから吉田、ダイレクトで返った。このボールを誰が呼ぶ、吉田が打ちました。そしてこちらは原口だ。
クロスに入りました。県高層対女子決勝戦は25対10、第1セットは純真女子が取りました。泉のサーブで始まりました第2セットです。ファーストポイントはまずどちらか、原口のブロックアウト、まずは重心ポイントに第2セットファーストポイントが灯りました。さあ佐々木さん、第1セットですけども25対10、第1シードの重心女子が創成館を圧倒した形ですけども、振り返っていかがでしょうか。そうですね、やっぱりあのサーブがとても攻めていたので、重心さんがですね、あの有利に、ゲーム展開を運べたんじゃないかなと思います。なので創成館はちょっと、1本目のボールをですね、丁寧にセッターに持っていくこと、緩いボールやフェイントボールを、上げてほしいなと思います。はい、2対1、純真が一つ前に出ています。純真前衛は橋田、木下、そして原口、橋田もいます、原口もいます。2でいく、整えて2段トスの形を10番の山口、アンテナに当たりましたね。果敢に攻めていきましたけども、ポイントは純真女子という形になりました。さあここ注目、3番の吉田です。さあこの溝添がキャプテン、そしてエースの溝添がこれで前衛に上がってきました。創成館です、溝添を生かしていきたい。まずはサービスエース決まりました。佐々木さん、前衛に溝添が上がってきていますが、そうですね、セット目ちょっと気負って、肘が下がってたので、そこを意識してやってくれるんじゃないかなと思います。まずは創成館はブロックから、ブロックワンタッチ、誰に上がるんだ、溝添だ、ストレート、原口、フェイントを狙ってきましたかね。そうですね、ネットに阻まれました。3連続ポイント創成館。1年生の山口がまずサーブを打ち込む、木下から橋田、ブロック1枚、もう一度、今度は原口、ブロック、吉田、そして岩永が止めてみせました。非常に綺麗に、そうですね、しっかり前に出てますね。4連続ポイント創成館、この第2セットは一味違うぞというところを見せてくれています。ただここは押し込んでいった、技あり純真女子、3番の橋田です。この橋田という選手は高校2年生の頃からだいぶあの大きく成長したというふうに聞いています。先輩たちのアドバイスを積極的に取り入れ、大きく成長し、橋田自身も先輩方に感謝の気持ちをこの試合を通して伝えたいんだというふうに話していました。溝添、純真はクロスに中島、センターから打ってきます。そしてセンターに橋田ありと
ということになります。やはり第2セットでもセンターが生きてますね。そうですね、なんとかしてくれるっていう気持ちになりますよね。やはりレフトの攻撃、センターの攻撃、さらにはライトの攻撃、いろんな幅があるこの純真女子です。押し込む、これを吉永打ち込みました。乱れたが中島ナイスレシーブ、ダイレクトに返った。チャンスボールにしたい橋田、最後は創成館オーバータイムスということになりましたけども、ポイント創成館、前に出ているのは創成館。前衛は泉、そして溝添、岩永、前衛2枚というような形になります。中島クロスです。中島自身、県新人戦、そして春季戦優勝できたこの高層体はプレッシャーだというふうに話していました。佐々木さんご自身も九州文化で3年間で5回の全国制覇ということですけども、こういうふうにこう頂点に輝くチームというのは独特の緊張感を持っているものじゃないでしょうか。そうですね、緊張の中にもなんていうんですかね、もうやってやるぞというのと、みんなの思いを背負いながらコートに立っているので、もう責任感ですよね。それがあの中島選手もよく一つ投手に変えてというようなところですね、はい、それを背負いながら頑張っていると思います。さあサイドアウト、第2セットはサーブ権がよく変わっています。序盤7対7同点です。12番の岩田が下がりまして、前衛3枚になった創成館、こちらはセンターから中島が飛びます。合わせた形、池田です。池田、溝添、この存在感のある3年生2人、そしてこの3年生2人が前衛にいるという、非常に創成館としてはここをブレイクしていきたい、そんなところですね。岩永のサーブ、木下からのセットアップは今度はライトに回り込んだ。中島レフトに行く、運動量のある選手です。溝添がフェイントで返して、中島ブロック2枚、ブロックアウトの形になりました。まあ右へ左へ、そうですね、中島動きますね。レフトからもセンターからもいろんなところから打ってますよね。さすがこのコンビバレーの司令塔、木下も躍動しています。池田です、安定しています。手を叩く池田隆監督、生が決めればチームは盛り上がるんです。創成館、先に10点乗せるのはどちらか。中島ブロック2枚、ワンハンドで上げて返すだけになりそうか、打ち込んでいった。そしてライトだ、やはり池田、センターから今里、アウトになりました。さあ第2セット、先に10点に乗せたのは創成館になりました。どうですか、第1セットとの違いっていうのは、創成館はどのようにご覧になってますか。そうですね、やっぱりレシーブが良くなりましたよね。あのエースの中島選手のスパイクを上げて切り返して池田さんが決めるとかですね、そういう得点が増えてきたなと思います。やはり池田監督もとにかくレシーブを上げて粘って粘って粘った方が勝つんだ、それが最大の対純真の秘策である、そういうふうに話していました。これはこういうプレーですよね。なんと、なんとダイレクトで返ったボール、サイドラインギリギリでした。いや、この前の重心の中島のスパイクも素晴らしかったんですが、はい、ここでおっと重心にタイムアウトを取らせました。11対8、重心は3点のビハインドとなります。
ポイントで創成館が3つ前に出ています。溝添のサーブ、やはり中島に上がる、目の覚めるようなサイドラインギリギリのスパイクでした。順心女子は去年はベスト4が多かった県の主要大会ですけども、すべて九州文化に敗れてきました。今回は九州文化がいない県構想となりました。ですから今年こそは私たちが頂点を取るんだ、そんな強い気持ちで挑んでいます。しかし創成館のポイントとなりまして3点差変わりません。淀川です。いぶし銀の選手、淀川柚月、ライトから決めていきました。田浦監督自身もこの淀川について確かに目立つポジションではない、だが確実にいい働きをするんだ、そう話していました。そうですね、この淀川がいることでライト攻撃にできまして幅が広がっている、そんな順心女子です。センターから吉田、ブロックアウトになりました。思い切り腕が触れてますね。そうですね、思い切りスパイク打ってると思います。池田がサーブに下がりました。前衛は2枚、ここを原口が合わせていく。前衛2枚の中、ライトからの攻撃になりました。吉田優里です。こちらもサウスポーの選手、攻撃に幅を持たせます。しかしここはラインを割っていますね。ポイントは順心女子にともれまして2点差になっています。山口、大きく原口に展開、ブロック、このブロックですね。そうですね、しっかり前に出てますよね、手が。ブロック練習にも余念がありません。しっかりと積み重ねてきた練習の成果がここに生きています。早い攻撃、橋田です。やはりこの橋田、センターからの早い攻撃で流れを一つ呼び込んでいきたいのは順心女子。ここで吉田、中島に上がるフェイント、ちょっとトスがネットに近かったんですけどうまく処理しましたね。難しいところでした。はい、1点差です。第2セットも中盤に差し掛かろうかというところ、ここまでの展開どうご覧になってますか。そうですね、やっぱり創成館の、先ほどもちょっと言ったんですけど、ファーストのレシーブが良くなったこととブロックがやっぱり機能しているのでレシーブがしやすくなってますよね。このレシーブからの攻撃の組み立てもうまくいっている、そんな創成館。しかし順心女子も1点差です。ネット際、飛んでくる溝添、スタンディング、同点に追いつきました。かなり苦しい体勢でした。いや、よく打ったと思います。アンダーで溝添に上がる、その前にホイッスルがありました。ポイントが創成館に止まります。ここで11番の岩永玲奈、これまでもリリーフサーバーとして起用されてきた選手、信頼があります。ここは一つ仕掛けどころ、長いサーブでした。思い切って打ってきました。前衛には溝添がいます。創成館サイドアウトを繰り返している第2セット、やはり溝添に上がる、ブロック、もう一度溝添に上がる、ストレート、ワンタッチあります。創成館は準々決勝島原商業とフルセットの戦いを演じました。これまで右膝の怪我を負って
レシーバーでの起用だった溝添をフロントまで上げて、そこから勢いに乗ってきました。この3年生の活躍がチーム全体を後押しします。一つ前に出ている創成館、対する重心はエースだ。センターから中島です。目が離せない第2セットですね。そうですね、そしてこの展開でどこでタイムアウトを取るかというところも一つポイントになってきそうです。ただちょっと取りようがないっていうところですかね今。そうですね、その代わり池田監督、さらには田浦監督、コートのそばでチームを指揮鼓舞します。合わせた形、木下はライトを選択。淀川瑞希、イブシギンのレフティがライトから決めていきました。18点目、ここで創成館1回目のタイムアウトです。いただいているのは創成館の大応援団、全校生徒789人。そして画面の中央、分かりますでしょうか、奥田校長自らもこうやって応援に立っています。先ほどとは服が変わっていますから、もう汗をかいたということになります ね。 そうですね。18対16、試合再開されております。19点目は順心に、さあ25点に向けて20点が見えてきました。一つの通過ポイントになります。さあ木下がサーブに下がりまして、中島前衛、前衛3枚、順心はここでブレイクしていきたい。4連続ポイント、さらに得点を重ねていきたい。ライトから池田がいる、もう一度池田に上がる、中島エース対決、ダイレクト。エースの意地と意地のぶつかり合いですね。そうですね、20点目は順心女子、ここで創成館タイムアウト使い切ります。2回目のタイムアウトです。まだいけるよ、まだいけるよ。もう一本やってなったやん、このダメや、やるしかないよ、ここも一回。はい、さあやるよ、やる、はい、最後ーー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 ー
決して順風満帆なチーム環境ではありません。溝添、池田、吉田、怪我人が続出する中もなんとか揃ったこのチーム。ここから逆境を跳ねのけて、さあここからだ、エンジンをかけて、創成館は池田、ブロック2枚、ナイスレシーブ溝添、チームに活力を与える。溝添の気迫のレシーブ、最後は3年生もう一人のエースが決めてみせました。いい影響を与えてくれそうですね。そうですね、こういうこうちょっとこう20対17ぐらいで負けているっていう場面設定の練習をしてきたっていう今もお話があったので、ここから頑張ってくれると思います。溝添がサーブに下がります。前衛は任せたの池田、中島ブロック2枚、どうだ、ブロックアウトになりました。まあもうご覧いただいて分かるようにエース対決、3年生の意地と意地がぶつかり合う第2セット。少し抜け出してきたのは順心女子、
池田に上がるストレート、フェイントで返しまして、もう一度池田ブロック、フォローがある、山口です。木下は淀川、イブシ銀の活躍、淀川がライトにいます。やっぱりこの5番の淀川選手が本当にレシーブにスパイクにいい働きをしていると思います。目立つポジションではない、しかしながら確実にいい働きをするこの淀川がチームの潤滑油、活力になっています。サーブで崩した形、しかしここを上げて打ち込んでくるのが池田です。池田は接戦こそ私は燃えるんだ、そう話していました。ここで6番の大内田、大一番でまさにリリーフサーバー投入、第1セットでも気迫を見せてくれました。大事な場面です。ジャンプサーブ、ハイセット、上から抜いていく今里、池田惜しくもアウトになりました。ストレートへの意識しっかりしてますね。そうですね、で重心のリベロの、松林選手ですね、ライトからのストレートのボール全て拾ってるんですよね。ここもナイスレシーブだと思います。位置取り、そしてレシーブの正確さ、変化一品のところ、この松林です。センターからの攻撃になった吉田優利、原口が前衛、上げて最後はこの意識してきた深いボール、ストレートでこの池田が決めまして、サーブに下がります。3年生の意地ですよね。はい、池田も溝添も今バックローテですから、3年生不在の前衛、3年生の思いを後ろから受けてしっかりと攻撃につなげていきたい。そして重心女子はセンターから橋田、橋田できました。セットポイント重心女子24対19、ここで決めたい重心女子。そして何としてでもローテーションを回して溝添え前衛の形で起死回生を図りたいのは創成館。誰を使う、吉田だ、もう一度吉田押し込む、松林がここまで来ている、原口ブロック2枚止めました。溝添えをフロントに上げました。24対20、地響きのような歓声がこの県立総合体育館を包んでいます。溝添前衛、対峙するのはダブルエースの一角原口。さあ原口対溝添になるか、まずはストレート、橋田が決めました。3年生占領役者は原口、中島だけではない、センターの橋田がきっちりと役目を果たしまして、第2セットは25対20、2セット連取の形で純真女子第3セットを迎えます。第3セットがこれから始まります。
中島のサーブから始まりました。センター飛び出してきたのは吉田優利、ファーストポイント創成館です。第1セットは25対10、第2セットは25対20で2セット連取の形、純真女子できました。第3セット、注目ポイントはどんなところでしょうか。そうですね、創成館もレシーブがだんだんつながってきて、ブロックフォローからの攻撃もですね、効果的に行えているので、最後みんなでエースに決めさせるというところですね、注目したいと思います。第2セットは中盤までもつれていたんですけども、16点目から5連続ポイント、ここで一気に重心に流れが傾いてしまった。とにかくブレイクを避けてしっかりと自分のところに引き込んでいきたいのは創成館です。おっと、難しい位置からインナーに狙っていったんですけども、これは割っています。ダブルエースの一角、池田がサーブに下がっています。3年生不在のローテーション、創成館重心は原口です。山口に託す、ブロック、ナイスフォローだ、池田、山口、そうですね、ワンハンド一本、いやー、いいものを見ました。いやー、これが創成館のバレーだと思います。粘り強く、とにかく粘り強く、怪我人続出、難しいチーム環境の中でもここまで勝ち上がっていきました。狙うは初優勝、創成館。その池田のサーブ、いいサーブになりました。崩している、それを打ち込むのは原口、やはりやっぱりエース、純真女子は4番の原口です。淀川選手の2段トスもいいトスでしたね。とにかく誰もが A パスを返せるぐらいレシーブ力を強化してきました純真女子は、練習メニューをあえて変えずに毎日積み重ね、平日は練習時間は2時間半と限られた中でも、こうやって効率よく実力を高めてきました。ラリーが続いているところ、ライトに回って吉田です。原口、最後は原口でした。第2セット前衛は原口からですが、この原口が2ポイントを決めています。今里がサーブに下がりました。こちらは吉田です。吉田が冴えます。創成館第3セットはこの吉田ですね。そうですね、いい形で持っていけたと思います。2年生の吉田優利、溝添がフロントに上がっているぞ。早い攻撃でした。ブロック2枚しっかりついてるんですけどね、その横からですね、もっと手首をひねってきましたね。コースの内訳ですね。はい、冷静沈着な切り込み隊長、橋田里奈です。ここはライトを選択、はまっています、吉田優利。そして岩永も強気なトス回しですね。ここしかないという感じですね。決めろというような気持ちのこもったトスでした。2年生のチームを勇気づけます。ここはストレートに打っていった橋田です。そうですね、向いてる方とちょっと逆に打ったりとかです ね、 ですね、器用な選手ですよね。ですからブロック陣もなかなかつきづらい、さらには速い攻撃というところで、そうですね、脅威になっています橋田里奈。さあ、ここでエース同士の対峙となりそうです。こちらのエースは溝添、まずは溝添がお見舞い。エースからエースへ、溝添のスパイク、中島に届きました。そうですね、長崎市は三重中学校出身、毎日バスで50分かけて創成館まで通っているということです。そして妹の溝添さゆはもリベロで登録されている1年生。この姉妹でインターハイの舞台を目指します。アウトになりましたが、これはワンタッチありましたか。ポイントは純真女子です。
ス同士ネットを挟んでの対峙、溝添えと中島、まずは泉が入れる、乱れたボール、チャンスボールだ、創成館ライトから池田、そうなんです、池田がいるんです、溝添がいるんです、3年生がいるんです。その溝添の思いも背負ってフロントは池田が背負います。対する重心は中島、絶対エースが飛んでみせる、今度はライトから池田、エースの応酬、その前にポイントは順心女子オーバータイムス。第3セットは、まあ、第2セットの序盤の再現というような形で両チームとも良さが光りますね。はい、もうお互い3年生にボールを託すという気持ちが現れているゲームですよね。そうですね、中島クロス立て直して、もう一度中島、ナイスレシーブ、2段トスを打ち切る池田、どうだ、つながる、つながります、原口がつなげた、しかしもう一度池田が決めるか、ブロックフォローがある、ここからだ、7番の泉、奥へ奥へ奥へ、大きな大きな貴重な1点、9点目、素晴らしかったですね。そうですね、あの4番の原口選手のナイスカバーと、あと最後泉選手はずっとプッシュを前に落としてたんですけど、今ちょっと頭をつけて、はい、奥に狙いましたね。そして先ほど佐々木さんにもありましたように、原口のナイスレシーブもありました。決勝戦にふさわしい試合です。中島クロス、ワンハンドで上げた、ここに託す、池田がいる、もう一度池田に上がりそうだ、ブロック2枚確実についている、ブロックフォローからの攻撃になる、吉田です。そして中島決め切った、中島なんです。もう一個ひねってきますよね、多分レシーブ構えてるのよりももう一個ひねってくるので、ちょっと動けなかったんじゃないかなと思います。対応ができませんでした。中島はここまで13得点の活躍というふうになっています。池田ストレート、原口が合わせますが難しいボールでした。先に10点に乗せたのは創成館ということになります。池田監督声をかけます。池田がサーブに下がっている、強気のサーブ、しかし気持ちがこもりすぎました。こちらは前衛、エースは原口、順心女子原口が飛ぶ、木下はセンターから目の覚める一撃、橋田里奈、創成館をここで1点切りたいですね。一つポイントになってきそうですね。はい、ライトに回り込んでの吉田優利、いいところに落としましたね。いい形でコンビが決まり始めてます。そうですね、サーブカットがやっぱり今セッターに返っているのがいいなと思います。創成館はサーブレシーブ、そしてブロックワンタッチからの攻撃練習を毎日1時間以上かけてやってきました。継続が力になっています。サービスエース、そしてサーブも同じ1点だというふうに池田監督が言うように力強いサーブを見せてくれました。さあここで順心にタイムアウトを取らせました。第3セット、12対9。
昭和の古豪純真女子48年ぶり9回目の優勝を目指しています。全校応援のほか卒業生たちの姿も見られます。センターから押し込んで2の形、原口でした。サイドアウトが繰り返される展開。吉田ナイスレシーブでした。中島のナイスレシーブがありましたが、これはネットを越えません。今年は県新人、そして春季戦ともにベスト4、清和女子にともに敗れてきました創成館。しかしその清和女子を2対0で準決勝を下しまして、2019年以来のセンターコートに帰ってきたこの創成館です。センターからこれも少し合いませんでした。創成館が4点前に出るような形になりました。冷静にセンター柱です。やはり一本切るにはセンターの冷静な速攻、これが効いてますね。そうですね、やっぱりセンターを絡めてっていう攻撃を展開している木下選手がですね、素晴らしいですよね。やはりこの攻撃陣を操るネット際の魔術師ともいえるこの木下の活躍光ります。この木下のセットアップご覧ください。中島につなぐアンダー、難しいボール溝添えから泉、そして今度はライトを選択。もう少しラリー中になると3番の橋田選手のトップですね、少し低めにしてテンポを早く攻めたりしてるんですよね。やっぱりその変化が相手にとってはちょっと対応しづらいなと思います。セットの高さですね、はい、このあたりにも注目していきたいところです。サービスエースになりました。フラフラフラっとボールがコートに吸い込まれてきましたね。最後ポトンと落ちましたね。ここで創成館1回目のタイムアウトです。創成館1回目のタイムアウトです。キャッチすぐ、キャッチすぐ、早くは、いけるよ、いけるよ、諦めるで、もう甘いよ、甘い、一本気の流れを渡したくない。対する純真はここが勝負どころ。48年ぶり9回目の優勝を目指します。全校生徒の応援497人、そして卒業生たちもその戦況を見守ります。大曽さやかコーチ、元コーチの姿もあります。卒業生で大学時代はコーチをしていました。とにかくこの決勝の舞台進んでくれて嬉しい、楽しんで、この環境を楽しんで優勝に輝いてほしい、そう力強くエールを送っていました。その後輩たちが今躍動しています。ただここは創成館も気持ちは同じ、初優勝に向けて15点目を灯しています。セッターがサーブに下がりまして前衛3枚、池田がいる、溝添がいる。さあ今のフロントの創成館は気持ちが違います。2段トスからの池田、原口のレシーブからセンター橋田、池田ブロック、どこを使う、今度は溝添、ナイスレシーブ松林、センターから押し込む橋田、ダイレクトで返って押し合い、制したのは創成館。すごい、右手一本ですね。見事なブロックでした。黄金の右腕と言ってもいいでしょう。7番の泉、先輩たちの戦う姿、
ひしひしとその気迫伝わっています。さあ2年生の泉を挟むように溝添え池田がいます。対する純真女子、今度は柱がサーブに下がっています。前衛には中島がいる。チャンスボールはやはり中島か。そうではない、ツーポトリと落ちました。しかしちょっとびっくりしましたね。ツー来ましたね。そうですね、ここでっていうところで来ましたね。サイドラインを割っていましたので純真女子の得点になっています。1点差です。中盤溝添え突き飛ばしていったが、これはどうやら返そうだ。チャンスボールは池田に託す。吸い込まれていきました。やはりネットを挟んで創成館は今は池田がいます。さらには対峙する中島、両エースがしのぎを削っています。その溝添がサーブに下がりまして、中央から中島、空いていましたスペースにそのボールを落としていきました。卒業生たちも応援しています。その戦況を見つめています。1点差です。終盤全くわからない展開。山口ストレート、ワンタッチはあります。すぐに切った創成館。もうすぐ20点も見えてくる展開。両チームタイムアウトはあるか。一つずつ残しています。その前にいい形で迎えたいタイムアウト。ライトから池田吸い込まれるかと思ったが、ナイスレシーブ中島が飛ぶ。呼んでいるのは山口か。しかし開いていたのは池田も同じでした。田浦監督、この戦況厳しい目で迎えます。やはりここでタイムアウトだ。3点前に出た創成館、純真はここで2回目のタイムアウトを使い切りました。第3セットに入って創成館が序盤から4連続ポイントというのがありましたが、その後はまさに一進一退、ブレイクがあっても2点までということで、本当にこの両チーム互角の戦いを見せています。タイムアウト明け、まずものにしたのは純真女子。中島サーブに下がりまして、前衛は原口。原口と池田が対峙します。その池田の前に吉田です。吉田優利2年生、西浦上中学校の出身。身長170センチ、創成館のこのスタメンの中では2番目に高い身長、ミドルブロッカーの選手です。池田がサーブに下がった。強気のサーブ、これはアウトになりました。創成館は3年生がエナイフロント、そして対する純真は橋田、淀川、そして原口、占領役者が揃いました。どこからでも攻撃可能。
押し込む柱でした。そして山口ストレート、原口二段トスになっても打ち切る山口、ナイスレシーブ今里ストレート、奥へ奥への意識で行きました吉田。二段トス託すのは山口、戻ってきた、セットアップセンターからフェイントワンハンド、原口合わせる押し込んだ形、今度は山口だ、ブロック2枚つながっている、山口返した。さあ木下冷静なセットアップ、柱、いやーすごいラリーでしたね。最後は柱でした。いやリベロの、創世館のリベロの能富選手、パンケーキでよくボールをつなぎましたね。地面スレスレのところ、はい、こちらからは落ちたのかなと思いましたが、本当に気迫が伝わる、そんな試合です。さあ先に20点に乗せたのは創成館ですが、わずかに1点差、ここで創成館はタイムアウトを使い切ります。創成館2回目のタイムアウト、全力やるよ。1点前に出ている形ではありますが、この終盤この第3セットを落としてしまうと、すなわち敗退を意味します。この環境下において両チームどんなことが大事になってきますか。そうですね、もう相手がこうミスしてくれるんじゃないかとか、でそういうことに期待するのではなくて、自分たちで点数を取りに行くっていうことがとっても大事だと思います。強い気持ち、それは両チームとももちろん持っているかと思いますが、より強い気持ち、3年生の思い、このあたりがより出た方が優勝へと近づくと言えそうです。同点に追いつきました。第3セットは非常に接戦になっています。目標の九州文化に勝利し、新人戦で優勝を成し遂げた純真女子、田浦健吾監督、まぐれでは勝てないと言いました。この勝利を高層帯の優勝をもって春高につなげたい、そう話していました。セットアップセンターから橋田ブロック、これはブロックアウトになった。ここで純真女子一歩前に出た。さあお互いにタイムアウトは使い切った。ここからはがっぷり四つ、そうですね、ここ1本前、創成館は1つ回して溝添選手を上げたいですね。3年生溝添、怪我をしての出場。レフトからストレート山口、そしてストレート、こちらも大きく打ち込んできました。ノードミからの2段トス、山口合わせる、淀川を選択、ナイスレシーブ食らいついた岩永、そしてスタンディングから泉が打ち込む、ナイスレシーブ池田、そして山口思いを託す、中島のレシーブから原口ダブルエースの一角、ラリーが続く、これが女子バレーの醍醐味、決勝戦にふさわしい泉、長いボール原口に託す、最後はエースか、乱れたどうだ、最後は純真でした。そうですね、原口選手気持ちで打ってきましたね。もうあの位置からのセットアップでしたが、アンダーでもう原口行けと気持ちが伝わってきました。そうですね、22点目純真女子。さあ切りました、さあ切った吉田、スピードレフリーの微妙を持つこの吉田、溝添選手が上がってきましたね、前衛に。ここで溝添、とにかくこの背番号4が創成館の鍵を握っていると言っても過言ではない。そして
まずはエースだ、エース対決。アウトでしたね。アウトでしたか。ワンタッチもないということで、もう本当にここに来て同点。いやこれは大変興味深い、大変盛り上がる一戦になっています。さすが決勝戦、そして気持ちと気持ちがぶつかり合っている決勝戦。ライトから淀川、岩永はここで笛を吹かれました。その前にここでドリブルを取られてしまいましたね。ダブルコンタクトですね。23点目順心。さあチャンピオンシップポイントにつながる順心の23点。順心はあと2点をめがけて、そして創成館はここからの起死回生、巻き返しを求めて、まずは溝添え、ブロック2枚、もう一度溝添えだろう、違う、ここは吉田だった。あ、よく打ち切りましたね。そうです、信頼があるんです岩永、もちろん溝添えに託したいところ。ここは2年生、次世代を担う2年生に託しました。これが攻撃の幅、これが決勝戦に進むチームです。しかし第1シード、48年ぶり9回目の優勝を狙う順心女子はしたたかにマッチポイント、チャンピオンシップポイントを取りました。かつて御三家の一角と言われた昭和の古豪、苦しい平成時代、一度も頂点には輝けませんでした。まさにこの苦しい平成時代をジャンプして令和初優勝、48年ぶりの優勝をかけます。さあ待ったをかけるか、溝添え入りました、気迫のスパイク。先ほど原口さんに同じように決められたんですけど、やり返しましたね。見事に、はい、エース同士、3年生同士がその再現をやってのけました。2番の3年生松尾くるみ、さあ大事な場面、リリーフサーバーは3年生に託す。デュースになった、24対24。まずはこの1セットを取りたい創成館。中島ダイレクトに戻ってきた。さあエース中島にやはり託す、上がっています、スタンディング。池田、これはワンタッチはどうだ、あります、前に出て、前に出た創成館が前に出た。今の思い切って打ちましたね、ナイス判断だったと思います。いやここで池田が打ち込んできました。さあ3年生リリーフサーバー松尾くるみ、中島に託す、ブロックアウト。冷静に冷静に、チームの大黒柱、まずはキャプテンですね。ですね、どんなボールでも打ち抜く力、中島レアです。溝添え、まだフロントにいる溝添え、溝添え、レシーブ橋田、押し込んでいく、溝添えに託すか、いや池田がいる、ブロック。今のはホールディングですね。難しいところでした。さあ再び26点目チャンピオンシップポイントは順心女子に灯っている。3年生のチーム22人中11人が3年生、集大成で臨んだこの高層帯の打ち込んでいった創成館、最後に託すのは中島か、ブロックス、最後はブロックアウトで決めました。第3セットもつれにもつれましたが27対25、セットカウント3対0、順心女子48年ぶり9回目の優勝、令和初優勝、ここから新たな時代を作ります。